茨城おもしろ研究所ということで、今日7月24日はオスペンギン山中隆史の40歳の誕生日でございます。改めましてカメラマンは私オスペンギンのデレ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 スケです。はい、今日から40歳オスペンギン山中隆史です。よろしくお願いします。さあ、ということで山中さん、今日40歳になりましたけども、はい、さあ、ということで今回ね、はい、毎年ちょっと山中さんの誕生日企画は、ああ私デレスケプロデュースやらさせていただいております。そうです。そして今年考えました、はい、40歳になりましたので、今回の企画は山中40歳大人度チェック。おー、なるほど。はいはい、まあ、要はクイズです、簡単に言えばね。はい、格付けランキングみたいな。まあそうです、それに近いですね。正解しますと、ドドン、1問正解ごとに1つこちらの金一封プレゼントでございます。お、1問ごとに1つ。1問ごとでございます。いや、後ろからつけて、はい、丸いのが見えました。ね、爪が甘いよ。あ、見えた。見えない、もう確実に丸い。最初のチェックはこちら、ドドン、指輪を高い順に並べよう。ということで、こちらに見抜くってことね。はい、最初は目をねチェックしたいと思いますけども、目利きというか、はい、ちょっと寄ります。ドドン、この3つの指輪があるんですけども、値段がバラバラです。うおー、どのぐらいバラバラ？結構バラバラ。そうですね。さすがに、まあ、僅差ではない。全然、すごい差ですね。うわー、はい。一番高いものこっちにしましょうか、じゃあ。はい、順番並べればいいと。はい、それ並べ替えてくださいね。こっちが高いね。はい。まあ、大きさで言うとね。うん。さあ、ちょっとね、じゃあ。こうですよね、単純に大きさは。大きさはね。とはいえ、あと、視聴者の皆さんにも見てもらいますよ、しっかり。あ、でもこれさ、触った感じとかもあるから、まあ分かんない。まあ難しいかな、まあこの3つ。うん、さあ、どうでしょう。これだけね、銀色ですよね。うん、うわぁ、これはもうでも思い切った方がいいのかな。もちろんちゃんと見ていいんでしょ、じっくり。もちろんもちろん。いいです、じっくり見ていいですよ、触っていいです。で、高い順番に並べればいい。はい、並べ替えてください。ああ、なるほど。もうもちろんそのままの可能性もあるし、それはもう本当に適当に置いてあるんで、もう。はいはいはい。深読みはしない方がいいです、今回は。まあいい、ちゃんと物を見て。はい。ああ、これは。はいはいはい。本当に。こういうの欲しいな、こういうの。ルーペね。うん。いや、やっぱでもいい大人はわかりますって。まあね、もうこれは俺こう確定してると思う。お。一番安い。お、なるほど。うん。これだよね、こっち、これ。はあ、はあははあ。ね、まあね、もちろんさ、うん、もう大人ですから、はい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 、分かるんですよ、はい、40だから、はい、シンプルだから安いとか、うん、それはもう判断基準にならないことは知ってます。はい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 、こっちはね、かなりシンプルな、これシンプルですね、デザインとしてはね、はいはいはい、これはちょっとこう、なんていうの、こうボコボコしてて、はい、凝った感じの、はい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 、で1個ね、ここに宝石っぽいのが、はいはい、ちっちゃいのが入ってるんですよ。まあ、だからってシンプルな方が安いとは限らないんです、うん、はい、ブランドとかで全然違うので、そうですね、っていうとこまではいやだから分かる、それだけで分かってる、それを見抜くわけですよ大人は。俺もじゃあこれでいくわ。いいですか、じゃあ皆さんは、こういう順番ですね、はい、こっちから一番安いと、うん、いうことでございます。それでは正解を発表したいと思います。お願いします。じゃあ、一個ずつじゃ値段を発表していきます。おー、なるほど。いきます。はい。まずこちら。はい、これ。はい。まあ、約ですけど、1万円でございます。思ったよりはする。え？ちょっといくらぐらいでした？これ予想は。いや、俺は1500円から2000円ぐらいかなと。さあ、じゃあ、真ん中のこちら。はい。こちらはですね。はい。3万5千円でございます。これが1万円ぐらいかと思ってた。けど、今んとこ並びは。まだ正解ですよ。可能性あります。あとはこれがいくらか。そうです。最後、こちら。うん。18万円でございます。え？ 18 万
18万なのこれ。そうです。つまり山中さん、大正解でございます。ちょっと待って、これ10、触ってんの？大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。18万？ 18 万円ですね、これが。え、なんでそんなの持ってんの？それ僕の結婚指輪です、それ。あ、そういうことか。こちら。お、どうぞ。いいですか、じゃあ。もうお誕生日なんで。別に、はい、当たってました。あ !10 円です。あら、行きました。はい。行きましょう。また2つ目正解すると違いますから。はいはい。金額上がりますから、ね、聞いてます。はい、ということで、じゃあ2つ目行きたいと思います。はーい。さあ、ということで山中さんにはですね、はい、こちら今3つ色紙がありますけども、うん、あります、こちらにはですね、とある方々の名言が書いてあります。おー、それを、要はですね、誰かと言いますと、一郎さん、長渕剛さん、おー、そしてデレスケさんの名言が考えて で、どれが、はい、誰が言ったやつを当てればいいってこと。そういうことでございます。これはね、センスなの、それ一応センス。まあまあまあ、音楽界のスーパースター、はい、長渕剛さんと、はい、まあ、野球界のもうスポーツ界でいいですよね、スーパースター、はい、イチローさん、はい、そして、まあ、何でもないグータラおじさんデレスケさんですから、ね、そう、つまりこれはね、ただのおじさんじゃないですよグータラおじさんですから、ね、呼ぶんですよ。これは当ててほしい。少なくともデレスケのだけは絶対当てたいですね。そうね。じゃあこっちから A でいきましょう。 A としていきましょう。オープン、バン。今何をしていようとそれに夢中になればチャンスはいくらでもある。さあ見てみてぞ。うーん、ちょっとこの書き方は僕が書いたんで、ちょっとバランスとか違いますからね。今何をしていようとそれに夢中になればチャンスはいくらでもある。うーん、まあまあまあ、もしデレスケの可能性ももちろんあるけど、はい、まあ、長渕さんか一郎さんかで言うと、まあ一郎さんでしょうね。ああ、なるほど。やっぱこうスポーツな感じがするから、まあどっちかで言うなら一郎さんかなと思う。じゃあ2つ目、はい、ください。オープン、バン、ドドン。しっかりと準備もしていないのに目標を語る資格はない。さあ、ということでございますけども。なるほどね、はい、まあいいこと言ってる気がするわ。そうでしょ、二、うん、つともね、当たり前ですけど、すごくいいことでございます。はいはい、はい、じゃあ三つ目、まず三つ目いきましょうか。はい、ドドン。他人の声に左右されるな、自分の声だけ信じて前を見てひたすら走れ。なるほど。という三つでございます。はいはいはい。さあ、どうですか？皆さんもね、これもぜひ皆さんも考えてほしい、見てる方も。一つは一郎さん、一つは長渕剛さん、一つはオスペンギンデレスケでございます。まあ、うん、まず確定いいですか？あ、確定がある？はい、もうちょっといろんな角度から。早い。確定します。これ長渕さんです。おお、これまたなぜ？これは、まあ、僕、長渕さん好きなんで、はい。まあ、知ってたとかではないです。全然知らない。知らない。はいはいはい、これを言ったかどうかは知らないんですけど、はい。まず、この3つの中で唯一、はい、命令系な終わりなんですよ。なるほど。走れ。はいはい、走れ。つまり、はいはい、人に、こう、こうしようっていう、はい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 、こう、男らしさというか、うんうんうん、うん。これが唯一あるのがこれだけなので、はい、まあ長渕さん結構かなり男らしい方なんで、うんうんうん、何々しろとか、はいはいはい、何々するんじゃねえとか、はいはい、そういう言い方をすることが多いんで、はいはいはい、で、まあ内容も長渕さんっぽいなと思ったんで、ただひたすら、ただ走れじゃなくて、なるほど、ひたすら走れの言い回しとか、うん、長渕さんね、自分の声だけ信じてひたすら走れじゃなく、うん、前を見てが入ってる感じとか。なるほど、ええ、なるほどね。これ分析するな。この辺が僕は長渕さんっぽいなと思ったんで、お、まあこれはまあほぼ間違いなく長渕さんだと思います。ほうほうほう、はい、そうなりますと一郎さんとデレスケさんの作品になるわけですね。そうです、作品じゃないけど、はい、どっちかが一郎さんで、はい、どっちかがデレスケ、はい、うーん、なんかね、僕こっちの方が一郎さんっぽいなと思う。
はい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 。というのは、うん、あのこっちとの、まあ、比べるとなんですけど、はい、こっちはね、なんかこう人をちょっとやっぱ怒ってるわけですよ。内容として、はい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 、他人を怒ってるのよ、はい、しっかりと準備もしていないのに目標を語る資格はないと。はい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 、こっちは励ましてるのよ。はいはいはい、はい、今何をしていようとそれに夢中になればチャンスはいくらでもある。はいはいはい、つまり頑張ったらチャンスはいくらでもあるんだよって励ましてあげてる、うんうんうん、そうですね。で、イチローさんのイメージではあんまりこう人にこういう人はダメですみたいなことを言うよりも、うんうんうん、こういうふうに頑張るといいことあるよっていうふうなことを言うことが多いイメージなので。なるほど。僕はこっちがイチローさん。わかりました。で、今言って言いながら感じましたけど、デレスカは結構他人に対してのあの悪口を言うのが好きなのでつまり自然と名言っぽくしようとしても無意識で人を悪く言う言葉が浮かんでしまったんじゃないかと。なるほど。いうことで僕はこれが長渕剛さん、はい、これがデレスケ、はい、そしてこれがイチローさんだと思います。はい、じゃあそれでは正解を発表したいと思います。はい、こちらの名言はオスペンギンデレスケさん。うわはずはずもうやめていい、もうあれ終わろう、これもうダメでしたね、終わろう全部。いや、まだ一問正解することありますから。いや、もういい、もうやだ、もういい。じゃ、真ん中でいいですか。もういいよ、もういい。こちら、はずこちらの作品が、デレスケって言ってましたよね。はい。皆さん、こちらの作品は、イチローさん。ああ、全然違うじゃん。全然違うじゃん。全部外れたじゃん。全部違うじゃん。これが長渕剛さんでございます。全部外れたじゃん。全部不正解でございます。え？全部外れたじゃん。全部外れました。逆に一個待ってない。いや、まあいいや、こっち外したのもいいや。はい。これは恥ずかしい。これはね、やっぱね、なかなか。恥ずかしい。もうやめた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 。やだやだ。もうやだ。終わろうよ、もう次ガンクティー。次ガンクティーだ、失敗でいいよ。残念。最後のチェックは味覚でございまーす。おー。ということで、うん、皆さん特にビールも大好きですよね。大好き。まあ簡単に言います、ここに3つのビールご用意しました。まあビールだったり、まあ発泡酒だったりしますけども。うん、まあこちらね、を、まあ今から目隠ししていただいて、まあ当てていただくってことですよ、簡単に言いますと。いや、俺、これは自信ありますよ。まあ、俺にその資格はないと思うんだけどね。はい。で、今回のね、今回のエントリーはこちらね、うん、3つなんですけども、一つがこう、バーリアル。もうこれね、簡単に言うともう、100円以下ですよ。そうね。はい。安い。お店に安いやつです、うん。ただね、山中さん飲んでますよね。よく飲んでます。美味しい。逆に。はい。美味しいんですよ。あのリーズナブルで。そう。で、真ん中がいわゆるもう、ビール。まあ、王道ですね。いわゆるビールでございます。スーパードライ。日本のビールの王道、はい。スーパードライ。はい。そして三つ目がですね、いわゆるちょっともう、高級なおビールでございまして。うん、まあ、簡単に言うとこれ100円以下、まあ、約200円のもの、300円以上という。はいはい。ものでございますんで。はいはいはい、これいわゆる地ビール？まあ、地ビールなんですね。地ビールでありますし、まあ、京都の。はいはい。で、まあ、300円以上するんですよ、要は。はいはいはい。という、僕、なんで自信あると言ったかと言いますと、はい、まあ、まずこれは本当にほぼ毎日飲んでると言っていい。はいはいはい。ね。うん。で、これね、実はちょっと前に、うん、あのいただいて、え？飲んだんですよ。何このタイミング？おい。俺絶対飲んだことないもの買ってこようと思って。たまたま、え？俺ちょっと今びっくりしてて。で、まあ、これも、それは、まあ、飲んだことでしょ？飲んだことありますし、うん、まあ、実家ではもうこれなんで。はいはいはい。もうマジで自信あります。まあ、いや、俺はね。まあ、とはいえ、そんなこと言う資格は、ね、僕にはないんですけど。この人たち、折れたらさっきので。じゃあ、目隠しをしていただいて。三重マスク。三重のマスクで。はい。していただきまして。まあ、何も見えない。さあ、じゃあ行きますよ。はい。じゃあ、行きます。まずは A。A はこちらにします。皆さん、こちらです、A は。
あ、待て。そうだ。そう。はい、そう。はい。じゃあ行ってください、A を。いいですか、行きまーす、はい。乾杯。40歳、乾杯。はい、乾杯。当てれるの？ああ、もう、いい。マジで？いいよ。やっぱ念のため3つも飲んでいい。準備する、うん、でも言う、まあ予想で今の現状の予想で言うなら、はい、朝日スーパードライ。なるほど。はい、はい、はいはい。じゃあ行きましょう。いい。B ですね。はい、B です。B こちらです。はい。じゃあいただきます。はい。40歳。乾杯。乾杯。これはもう 100%。はい。京都。おー、そうですか。はい。すごいね。これはもう間違いないです。ほう。じゃあ最後が、はい、こちらの C でございますね。うん、はいはい。こっちの向きでいってください。多分バーリアルだと思うんだ。はい。じゃあお願いします。乾杯は ?40 歳。40歳。乾杯。はい。さあ C でございます。うん。何ですか、うん。いいですか、もう、毎日飲んでるわ、これ。つまりバーリアルです。はい。つまり、最初に飲んだのが、はい。スーパードライ。はい。で、2番目に飲んだのが京都。はい。3番目に飲んだのがバーリアルです。わかりました。それでは山田さん正解です。どうぞ！おっしゃ！大正解！これはね、すごいね、一口で。いや、これはわかりますよ、さすがに。あ、そうですか。うん。いや、今回素晴らしい。おめでとうございます。すごいね。いや、もうやばいや、2問目が恥ずかしすぎて。なんか嬉しさがそんなに湧いてこない。でもまあよかった。これは一発で当てましたね。そう。二つプレゼント。ありがとう、いいの？いや、いいですよ、誕生日ですから。あ、ということは最終的に。もう全部ゲットですよ。うわぁ。ずっしりしてる。金額違いますから、もちろん最初の。もちろん。いや、でもずっしりしてる。おぉ。100円。おぉ。はい。そして。はい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 。え？おぉ。50円。見る10パッケです。これトータルで160円。はい、おめでとうございます。いや、この160円返すから、うん、2問目ごっそりカットしてる。恥ずかしすぎる。聞いてるな。皆さん、チャンネル登録、高評価、グッドボタンお願いします。いや、なんかね、聞いた後で言うと申し訳ないんだけど、はい、薄っぺらいこと言ってるよね。薄いよね。薄っぺらいこと言ってる。ありがちというか。まあまあまあ、そうね。でも分かんないもんだろうね。